基地業務軍とは航空自衛隊における基地等の管理業務を行う部隊である。略称は元軍。部隊長は基地業務軍司令と呼ばれ、通常基地司令等を務める部隊等の例下に編成される。ただし、警戒軍や救難隊等の部隊の配置されている分屯基地は同様の部隊として、基地業務隊、または基地業務小隊が補給どころ、 同志どころや十家学校などの機関が配置されている基地及び分屯基地は業務部または業務課が編成されている陸上自衛隊の中屯地業務隊に相当するが陸自の会計隊や基地通信の業務も担当している点に違いがあるなお基地業務隊または業務招待の編成されている部隊では基地通信の業務を通信電子隊または 通信電子小隊が衛星及び診療に関する業務を軍本部または大本部が担当している。なお、市ヶ谷基地には航空爆料幹部の支援及び同基地の管理業務を任務とする航空中央業務隊が編成されている。これ以外にも基地防空の任務が与えられており、戦闘部隊として基地防空隊を編成し、対空火力をもって 敵航空戦力から基地を援護する業務を行っている。ありがとうございます。